こんばんは。ちょっと商品レビューです。キャッツアイの自転車のシートステアに取り付けるタイプの点滅ライトです。自動点滅、自動消灯します。このようにシートステアに取り付けるタイプです。普通のリフレクター反射板としても使用可能ですね。この取り付けバンドは小さすぎて取り付けることができませんでした。ボタン電池一つ使用します。ちょっと取り外して中を見てみます。このように通常のボタン電池が一つ使用ですね。右へ回すと点滅いたします。これスタンバイ OK ですね。振動センサーと光センサーを内蔵しておりますので、このように触ると振動して点滅いたします。どうでしょう。まあまあそこそこの光ですね。特に強烈ということはないですけども、まあまあ明るいです。振動が終わるとこのように点滅が消灯します。触って振動するとまた点滅しだします。今現在は蛍光灯の光ですので、ちょっと反応がおかしいかもしれませんが、外に出て自転車に乗って通常の光の場合はちゃんと作動しそうですね。ここがセンサーです。余談ですが、昔サイクリングの途中でトンネルの中でおばさんの運転の自動車に後ろからおかまされたことがあります。まだ目がよく見える時でした。ドアミラーが右肩を少しかすめたようで怪我もなく、一瞬痛かっただけですが、ちょっとびっくりしましたね。もし万が一トンネル内で落車していたらと思うとゾッとします。本当に気をつけないといけないと思います。この取り付けバンドは小さすぎて、このステアには取り付けることができません。以前買った違うバンドを流用してこのように取り付けました。光を当てると昼間になって消灯します。離すと点滅いたします。便利ですね。